次、ペンネーム、オリハルバブミギミさん。やば。メルトンさん、お久しぶりですだって。誰だよ、お前。聞いてほしいよ。いや、誰だ、お前。二度目の投稿させていただきましたね。はい、ああ、OK。メルトンさんに聞いてほしい話ですが、私は人と喋るのが大の苦手です。あ、はい。ね、人と向かって喋ると、人と向かって喋るとすると、思ったことが言えないことが多くあり、今年どんなことよりも自分の中で一番悩んでいることです。日頃 YouTube でかっこいい言葉を並べているメルトンさんは動画を撮っているときどんなことを考えて喋っていますか。また喋ることが上手くなる秘訣があれば教えてもらってもよろしいでしょうか。悩みすぎて夜も眠れません。助けてください。おお、助けを求めている、うん、俺ヒーローに並ばなきゃいけないからな。そうね。そうか、 YouTube でかっこいい言葉を並べてどんなことを話してるのか。まあそれに関しては俺は、今日も人を騙すぞバカを騙して食う飯はうまいなと思いながらいつも動画撮ってるんで、別にかっこいい言葉に聞こえるのはもう動画の収益のために言葉適当に並べてます。まあでもね、なんつうのかこれ話を話したらまああれだけど、話すコツか、人前で話すコツ、え、なんだろう。俺ね、割と考えてんのが頭の中で、感情と言葉を切り離して話してる。だから感情ってさ、肉なんだよ、骨はさ、言葉なんだよ。だけど、その骨にまとわりついた肉を、なんつうの、感情か、そう、だから言葉に感情が合わさると話しづらくなるんだけど、言葉だけを伝えようと思うと話せるんだよね。だから言葉と感情を切り離して話すんだよ。そうすると話せる。深い気がするぞ。深い、なかなか深くて実は浅いんじゃないこれ。そう、うん、俺はね、それはすごい伝えやすい。だから自分のなんか言われて誰かに、お前なんとかだな、ガリガリだなって言われたら、それってめっちゃムカつくじゃん。でもくっそこいつっつって言いながら、お前だってなんとかだろとか言ったら説得力もかけらもないし、何言ってるかわからなくなるけど、そこで感情と言葉を切り離すことによって、いや今俺はお前に対して別にそんなことは思ってない、別に俺はお前に興味はないっていう風にちゃんと返せたりするんだよね。でも怒りは自分の中で処理しといて伝えることだけ伝えとくみたいな感じだから、ちょっとまあ例えとしてあんま俺今良くないこと感じで、もうみんな分かんなかったと思うけど、まあ、あ、俺の頭の中の処理でいくと、言葉と感情は俺もう全く切り離して話してる。そうすると伝えやすい。だってみんな言葉しか聞かないから、感情なんてみんな聞いてないし、そいつの心なんてどうでもいいと思ってるから。人なんてさ、なんつうの、興味ないから、そいつのことに対して。みんな自分のことばっかだから、感情なんて伝えたって無意味なんだよ。今も切り離してるの？話してる。そうなんだ、うん。だってこれ感情あったらさ、いやみんな俺これ言ったらもしかしたら嫌われるかもしれねえってなんじゃん。そうするとチキった、なんか当たり障りない、まあそうだよね、俺も結構話すのとか結構苦手で話すの難しいと思うんだよね。結局お前何が言ってんだよって感じじゃん。だけど今の俺が言いたいことをバーって言って感情を隠して話すと今の感じなんだよね。なるほどね、ちょっと難しいな。 YouTube はあれはもうなんか違う、違うんだ、うん、あれはなんか面白おかしく俺の適当なうさんくさい情報商材に乗っけて、人を騙すぞーっつって作ってるだけだからあれはなんか別だね。ただ人に物事を伝えるときとか冷静に人の話を聞いて回答するときは感情と言葉を切り離してる、それは俺大事だな。どうなの、怒ったりじゃしないってこと？が絶対しない、出さないってこと？内心めちゃくちゃ怒ってても内心絶対怒んない俺。あ、そう。だって怒ったら負けるもん、マジで負ける。なんか冷静に勝てない。あ、そういうことね。うん、絶対勝てない俺。だってチームメイトとかマジでムカつくやつ本当に結構数年前とかいたけど、そいつの前でまあ俺でも切れたことがあったけど、あったんだけど一回、その時に相手と同じ土俵に立って五分五分になっちゃったことがあって、その次の日に対策を練って、怒りを抑えて言葉だけで伝えようと思って、言葉だけで伝えたら圧勝したんだよね。だからそういうのもあるし、まあそのチームメイトが数年前あったっていうのもそうだし、まあその前からもそうなんだけど、いつも今まで生きてきた中で怒った瞬間俺負けてるなって実感するから、いつも一瞬怒っちゃっても次の日とか数時間後には落ち着いてちゃんと話すっていうのをめっちゃ気をつけてる。マジで怒った瞬間勝ちがなくなる。だから俺怒んない。怒ると損しかしない。マジで怒りは持っててもいいけど、言葉にその肉感情っていうのがつくとマジで弱くなる。だから絶対言葉に感情を乗せちゃいけない。説得力にほんと欠けるからって俺は思ってる。それがもしかしたら喋りのコツかもしれないね。そうね、わからない。どう、もうこれじゃあ YouTube にして世の中の怒りに悩んでる人に全員聞かせたいね。え？
そう？どこぞのキレっぽい上司とか。いやー、で、いやあれ？うちじゃないよ。あれ？うちじゃないよ。うちじゃないよ。じゃ、そのあれね、世の中のね。まさか。うちじゃない。近くにいる？いや違うわ。メモでめちゃくちゃ悪いこと言ってるよ。こんな偉いさんの。あ、今言っていいこれ。それうち局長って。局長。局長。局長説得力がありますよ。怒んないで。ね、怒んないで。感情と切り離して。いや俺はそれがねいいって俺は思ってるね。そう、飲んだ時こそ気をつけて。飲んで飲みね。飲んだらねそれはみんな出ちゃうよね、感情ね。そうそうそう、俺も出ちゃうもん。だから感情を切り離す、はい、ということをね、世の中の一歩一歩に意識してもらいたいと思っております、はい。